おはるです。今回はですね、3日に放送した罰ゲームということで、早速おみやを呼んでみたいと思います。おみやさーん。ですね、去年の12月27日にですね、なんと登録者100人を突破したので、記念にですねちょっと贅沢しようかなと思いまして、日光市にある縁屋さん、こちらに行きたいと思います。ジャパネット高田ではありません。ということでですね、この前の大食いの罰ゲームということで、私おはるさんが可愛い格好をしてほしいということで、おみやみになりまして、縁屋さんに行きたいと思いますので、よろしくお願いします。ではどうぞ。まずは縁屋さんに向かうところなんですけれども、今日は2人でお酒を飲むので、歩きで縁屋さんに向かいたいと思います。すっげえ恥ずかしい。さあ、走行しているうちに縁屋さんに到着です。場所なんですけれども、国道119号線沿い、東武日光駅より少し登ったところにあります。さあ、店内ですが、とても広々としています。メニューですが、ステーキやハンバーグ、串焼きがあり、カツレツ、スープにご飯物、サラダや刺身もありますね。さあ、そしてドリンク類なんですけれども、いろいろなお酒がありますね。海外ビールなどもあります。さあ、今月のアラカルトがありまして、いろいろありますね。松阪牛や神戸牛などもあります。さあ、そしてスパークリングワインもありますね。そしてランチタイムサービスセットがあり、おはるさんは本日のワンプレートランチ、ステーキカレーライスですね。私はスーパーミックスグリルを注文、もちろんご飯大盛りで。そしてビールは、私はチェリービール、おはるさんは人気で飲みやすいルーガルデンホワイトを注文したのですが、ちょっと品切れということで、肉に合うバドワイザーを注文。さあ、そしてチェリービールとバドワイザーやってきました。チェリービールなんですけれども、いや、真っ赤でね、なんかジュースみたいですよね。さあ、そして乾杯。さあ、チェリーが大好きなおみやみ、一気に飲んじゃいます。カクテルのように甘く、とても美味しいビールです。あのさ、おしゃかにしなさいよ、おみやみちゃん。さあ、スープの到着です。いただきます。さあ、このスープなんですけれども、ごま油の香りがしてあっさりしていて、ネギのシャキシャキがいいですね。とても美味しいです。さあ、そしてサラダの到着です。このサラダなんですけれども、ドレッシングの甘みといい酸味があって、とても美味しいですね。でキャベツがとてもふんわりとしていて、いい食感ですね。さあ、だいぶこの格好にも慣れてきましてですね。さあ、そんなことをしている間に、私の注文したスーパーミックスグリルの到着です。栃木和牛のサイコロステーキや、日光秘密豚肩ロース、鶏塩麹グリルにハンバーグなど、ボリューム満点。早速和風ダレをかけていきます。そしておはるさんのステーキカレーも到着。いただきます。さあ、まずはこのステーキなんですけれども、とても肉肉しくてジューシーで、とても美味しいです。そしてこのカレーですが、スパイシーでコクがあり、もうね、これで980円っていうのはとてもお得だと思います。さあ、栃木和牛のサイコロステーキ、いや、もうとろける美味しさですね。たまりません。そして秘密豚の肩ロース、肉の旨味と溶けたバターがたまりません。そして塩麹のグリル、とても柔らかくて美味しいです。さあ、そしてハンバーグ、肉の味がしっかりしていて、とてもジューシーです。そしてこのタレがたまりません。このタレもさっぱりしていて、酸味があり、肉との相性もバッチリで、ご飯もビールも止まりません。この付け合わせのポテトやブロッコリー、人参に大根、とても美味しいです。レモンを絞ってね、食べてみたんですけれども、さらにね、さっぱりして美味しく
食べることができますね。本当にこのサイコロステーキ、もうとろける美味しさで、もうメルティーラブ状態で、冷ましたくありません。で、何より感動したのが塩麹の鶏のグリル、これが本当に柔らかくてね、塩麹のいい味がしてとても美味しかったです。もうまさにおみやみジャニアリーラブ状態、完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。でですね、行きも帰りもお店の中もみんなですね、おみやみの美貌に見とれちゃいまして、二度見はしてくるんですけれども、その後一切目を合わせてくれないので、誰とも絡めませんでした。残念。はい、といったわけでですね、麺屋さんいろいろなメニューがありまして、ビールやお酒なんかもいろいろ種類がありまして、大変ね、満足いたしました。おみやみ満足といったわけで、おみやみさん、誰か使ってください。冗談です。最後までご視聴ありがとうございました。では、バイバーイ。女装、いや、めちゃめちゃ恥ずかしかったよ。恥ずかしかったよ、ヨン様。